はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。これね、今撮影してるのはね、12日のね土曜日の6時過ぎなんですけどね、これ日曜日用にあげます。13日にあげるようにしますね。なぜそういうことを言ってるかと言いますと、多分今晩あたり G7 の共同声明が出るんちゃうかなと思うんですね。まあそんなにびっくりするような内容はほぼないわけでして、世界に10億回分のワクチンを供給するとかですね、台湾海峡の安定、を望むとかですね、覇権主義は嫌やとかですね、まあそういう、あとはですね、中国のウイグルの人権状況を憂うとか、香港の民主化を支持するとか、まあ言うてみりゃ中国にとっては耳の痛い話ばっかしなんですけど、まああのあっというようなすごいことは出ませんね。多分主導しているのがジョンソンさんでして、アメリカのバイデンさんが参加していまして、バイデンさんはそんなに人を驚かすようなことをするタイプではないんですね。だから何もこうびっくりするようなことは出ないと思うんですけど、ただ一つ言えることはですね、何もかも中国にとっては面白くないなと、おもろないやんけほんまにって言ってるいう結果になっていまして、中国からするとですね、西側諸国がですね、まるで自分を包囲しているように見えます。もう実際その通りなんですけどね自分の邪魔をしているように見えます。10億回分のワクチンを供給するとか言ったらですね、もうただでさえね評判の悪い中国ワクチンなんかいらんやそんなもんなるでしょただでさえ効かへんと言われてるわけです。もうかなりやりにくくなっていきますね。なんでですね、面白くないなと思う結果ですね、楊潔チさんがブリンテンさんと電話したりとかですね、いろんなこう行動してます。なんたら法というですね、なんか報復するような法律もなんか施行してましたね、昨日か一昨日。まあこれからもなんじゃかんじゃって言うてくるでしょうし、多分ですね、ムンジェインさんがお隣さんに帰国したらですね、そこにまたなんじゃかんじゃと言うてくると思いますよ多分様子を聞きに来ると思うんですね。その中で一番中国にこう内容を漏らしそうなのはムンジェインさんですからねまあだから出会ったよ、ほら報告せんかいみたいなですねそういう感じでですね、聞かれてへーへーへーって言って、ムンジェインがこんなことこんなこと言って、私はこう言うときましたからねとかって、そういうこと言うてるんやと思うよ、言うんやと思いますよこれから。しかしなんて言いますかね、西側がね結束するというのは珍しいわけなんです。もちろんお隣さんを除いてね。なぜその結束できたかというと、もう非常に分かりやすいこうヒールが現れたわけですね、中国という。しかもそのなんていうのかな、こう西側にとって大事な価値観である人権ということですね、人権問題であって、さらにジェノサイドをやらかしていると、これだけはもうあれですね、許せないわけですね、許容できないというべきですかね。だからもうそこ、あのジェノサイドを非難するということに関しては、誰もですね、俺はやめるとは言えないわけですよ。いやもう入れていただきますという感じになるわけですね。まあロシアぐらいですね、黙ってるのは。なんで、中国にとってはですね、あれですね、肩腹痛い話ばっかりでですね、鬱陶しいなと思ってるわけです。習近平さんになってからね、そういう傾向は一段と強まりました。彼自身があんまりその国際関係というものが全く分かっていない可能性がありますね。その普通ね、一手を指したらですね、将棋の場合ね、一手を指したらその先5手ぐらいを読むんですよ、僕程度の人間でも。こういった、あいた、あいて、こういって、こういって、よし、これ OK みたいなね。その習近平さんの指す手、指す手っていうのは、とりあえずね、その一手しか考えてないわけですよ。指したらこう指したら相手がこう来るというところも見えてないわけですね。自分の指す手だけがあるわけです。外交ってそういうもんではないわけなんですね。こう言うたら多分相手はこう出てきよるから、じゃあこっちはこう、これをで受けて立とうぜって、そういうふうに考える。これ3手の読みっていうんですかね、将棋では。それだけではダメなんですよ。
そうなったらですね、他の国がどうなってああなってって言って、まあまあ、僕は後手しか読みませんけど、外交というのはですね、2人でゲームやってるわけちゃいますからね、まあ主要なプレイヤーだけで10人はいるわけであって、その10人がどう反応するかまで読まなあかんわけですね。だからものすごいそのどう言いますかね、デリケートなものなのに、中国は自分のこの一手だけ、お前にはこれやって、お前にはこれや、お前にはこれやってやってるだけで、もう下手も下手、何なんでしょうね、こんな下手な外交をする国ってめったにないと思うんですけどね。でもそれをやってるという本人たちは自覚がないというか、まああのあれですよ、楊潔チとかね、ワン・イーとかって一応外交の専門家ですからね、分かってるのかも分からんけども、それを逆らったら自分の立場がなくなるわけであってね、ああいう怖い国で。だからやってる可能性もありますけどね、ほんま、こんなもん、もっと上手なやり方あんのにと思いながら、言われたからやってるみたいなところはあるでしょうけどね。でもね、これね、このサミットはね、非常に歴史的だと思います。というのは、久々にみんな面合わせてですね、まあ、メンツ変わってますけどね、だいぶ、メンツ面合わせてですね、相変えて話し合って、しかも合意できる、その大きな問題がないわけですよ、今。大きなその西側間にね、大きな問題は本当はあるんですけど、それよりもっとでかい問題が2つもあるわけですよ。で、2つとも中国関連なんですよ。1つは中国自身が、なんていうか悪いこといっぱいしてるわけですよね。ジェノサイドであるとかですね、南シナ海分取りに来たりとか、台湾を落としたりとかしてる。で、もう一つはコロナですね。これも言うてみれば中国発祥ですよね。だから、バカでかい問題が大きく2つあるわけであって、だからそれを対処するためには、もう、例えば日本とフランスの間にある問題とか、日本とイギリスの間にある問題とか、もうそんなも細かなことあるけど、もうちょっととりあえずそれを置いといてって、それはもう事務方に任せてみたいな、そうなってるわけですね。で、アメリカとフランスなんて本来仲の良くない国なんですけども、まあ、バイデンさんという温厚な人柄とか大統領になったんで、トランプの時に比べたらものすごい雰囲気はいいと思うんですよね。もうトランプ一匹浮いてたらしいですからね、トランプ一匹浮いてて、それを一生懸命安倍さんが取りなしながら、なんとかね、場を持たせてたというのが、2年前までのサミットが、今回は非常に和やかにいってるはずです。で、結束しやすいし、コミュニケも出しやすい。まあ、一番ね、中国に対して弱気なイメージを持たれてるのは日本、あるいはドイツですけどね、ドイツも今、最近はですね、ちょっとメルケルさんもお辞めになる前でですね、スタンスを変えてきたようなところがあります。日本は地理的事情と歴史的事情からですね、あんまり中国に対して強気に出れないというところはあるんですけども、でももうこればっかりはしゃあないやんというところに来てますね。あとは経済的事情もありますね。日本の場合は最大貿易相手国ですから。まあしかし今回これが歴史的になって、ある意味ですね、こう転換点、西側が結束して中国に当たるための歴史的転換点になって、これからはですね、今後はですね、このサミットで確認したなあということでですね、まあもちろんスケジュールはありますね。フランスから軍艦が来たり、イギリスから来たり、ドイツから来たり、オランダからもまで来ますからね。そのうちイタリア、スペインもね、よっしゃうちらも入れてって来るかもわかりませんね。だから中国敵だらけになって、今のところですね、突破口はどこにもなくって、まあロシアだけは仲良くしてくれるわけですね。悪いことしてるもん同士ですね。ロシアはクリミアを取って東ウクライナで戦争してますし、国内の反対派はですね、毒持ってますし、まあ世界から非難される立場にあるわけであって、まあじゃあ悪いもん同士ですね、あれです、悪いもん同士同盟をやって、まあでも中身五越同州なんですけどね。もうお互い今はお互い逆風にあるから、ちょっとお互い絆めあおうやって言っただけで、本当は二国は仲悪いんです、基本的には。基本的には仲悪いんですけど、まあ今は社内という関係になってるというだけでですね、他に突破口がないわけであって、一生懸命アフリカやインドネシアをこう懐柔していたんですけども、どうも最近金詰まりでございますね、中国は。昔ほど大盤振る舞いできていない上にですね、いろいろ悪さがバレてですね、途上国からも白い目で見られつつある、警戒されつつあるということですね。だからこのサミットは一つのきっかけとしてですね、これから中国が孤立していく、
そして衰退していくターニングポイントのサミットではないかいなと思いますね。でもしかしたらこれでですね、そのコロナもですね、まあこれ発表できへんけど、あんな絶対部下やんなとかってみんなで言うてる可能性あるわけです。いやせや絶対せやでって、ね、うちもこんな情報あんねんとかって言うてるかもわかりませんね。首脳同士でいやいやこれはオフレコやけどみたいな、つまりね、大きな対立点がないとそういう話にもなりやすいんですよ。なんでね、中国様のおかげでですね、西側社会っていうのは今ですね、非常に結束が固くなって緩やかになって、まあトランプももういませんしね、だからまあ、いい雰囲気であると思いますし、まあこれを節目に、中国の衰退がはっきりしていくんちゃうんかなというふうに私は思っております、という話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。